ペシャリストと一緒にお客様の新しいクラウドの使い方をデザインするディスカッションをしながら仕事をしていけるというところが非常に面白いところです。環境としてすごくいいなと思うところは、さまざまなそれぞれのカットの専門性を持った同僚がいて、自分の幅広い知見の学びにつながるというところです。大手の製造業のお客様を中心に、クラウドを使って新しいことを実現するご支援をいろいろさせていただいています。ソリューションアーキテクトとして通信業界のお客様に、AWS をどう活かしてご利用いただけるかというところの検討を支援しております。通信業界のお客様のさまざまなサービスに、その AWS の IoT ですとか機械学習といった、各分野のサービスを使っていただくようになってきているというトレンドが来ているかと思います。デジタル化の波というのは確実にありますので、クラウドの特徴であるすぐに使い始められて小さいことから始められるというところをうまく活用して、製品のリリースサイクルを早めたりですとか新しい機能をどんどん追加していくというところを一緒にやらせていただきたいと思っています。 AWS で実際その多くの非常に多くのサービス機能というものが日々リリースされていて、それが実際お客様のリクエストに基づいていたり、それで実際お客様が使ってサービスを改善していただいているということが本当に起こっているということにとても驚きました。最近 Amazon セージメーカーという機械学習のサービスがありますけれども、そのセージメーカーで学習したモデルを IoT のデータや入ってくる動画のデータと組み合わせることによって新しい価値を生み出すという IoT とマシンラーニングの融合といったところも新しいトレンドとして見えてきています。多くのお客様を担当しておりますけれども、例えばリコーさんはいろいろなサービスのプラットフォームとして AWS を使っていただいています。お客様が新しいサービスを作っていただくときに、まあ、そのクラウドの基本的な価値として、必要な機能やリソースっていうのをすぐに確保できるというところを、価値として感じて使っていただいていると思います。お客様と一緒に新しい挑戦をするというところを楽しめる方と一緒に仕事をしたいなと思っています。新しいサービスですとか、あるいはサービスの機能といったものを興味を持ってキャッチアップしていって、それが、お客様のサービスにどのように活かせるかといったところを、楽しく考えていけるような方というのが一緒に働いていて、また楽しめるのかなと思います。